大決戦。ファイナルにふさわしいここアクアドームにて世界が注目する最強王者が誕生しようとしています。一塁側は誰が予想したでしょうか、チャレンジャーズ。三塁ベンチ、アンドロゴーグルを通して見据えるは優勝の二文字か、ハイテクを結集して臨むアンドロメダ学園です。さあ勢いに乗るパワフェスチャレンジャーズか、それともアンドロメダ学園が格の違いを見せるのか、真の底力を思う存分ぶつけていただきたい。さあプレイボールです。彼に限界の二文字はあり。さあ真の頼りになる男、はい、第9を投げた、アウトコース低めストライク。まずは様子を伺います。あっとこれ危ない。さあ3球目、スライダーはボール、カウント2ボール1ストライク。打った、いい当たりだ、強襲。一ノ瀬ヒットを放ちました。初球は来たか、入れ一ノ瀬二塁回って三塁へ、やべえ、ツーベースヒット。チャレンジャー先制のチャンスを迎えます。さあ1球目、あーこりゃでかいぞ、ダイレクトで当たった。中継、チャレンジャーズ2点入りました。2対0。こちらが走攻守の場。さあ初球、オッケー、いけ取りました。ボールは中継、チャレンジャーズ。まずは初球を打った、レフトへの打球掴みました、カットマンへ送る、これでツーアウト。初球はボール、外れた、これは完全にボールです。高く上がった、フラフラっと上がった、取って、これでスリーアウトチェンジ。頼りになるピッチャーの1番バッターが打席に入ります。投げた、お、やばいぞ、フェンス直撃、中継、ツーベース。打席には2番バッターが入ります。一ノ瀬打ちました、初球打ち、サードの右、アウト。鈴木かっこいいダイビングキャッチを見せ、打席には5番バッターが入ります。一ノ瀬このリードは守りきりたい。内角低め見送ってストライク。さあ私なら最後はズバ、内角ボール球打った、サルボールを掴んだ、アウト。これで3アウト。打席には7番バッター、第9投げました、初球を打ちました、ヒット、ナイスなバッティングです。ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。初球を打った、左中間へのフライですが取りました、ボールは中継、飛び出している、これでワンアウト。6番バッターが打席に入ります。投げました、打ちました、初球打ち、ショート右、イエス、アウト。アンドロメダ学園、なんとしても得点を挙げたい9回です。打席には7番バッター。さあ次の球、打った、ヒット、投げろ、ヒットを許します。アンドロメダ学園、ここは代打を投入してくるようです。打席には代打が入ります。カレンジャー、第9、アウトを見送ってストライク。まずは決めてきました。さあ3球目、インコース低めいっぱいストライク。さあいよいよあと1球、打ちました、ライト前に掴みました、チャレンジャー、最後をきっちり打ち取ってゲームセット。ミラクルがここに起こりました。パワーフェスチャレンジャーズが数々と激闘を制し見事優勝、最強の称号を手に入れました。下馬評を覆し、
今行くぞ君島ちゃん、将軍に戻るんだからんというか、うらやましいよね。沈めてあげる。よしよし、いい子ね。はっ、さあ、行くよ。
いやバッチリ決めるよ。もうWhoa!
Thank you.
上陸のターン。大丈夫かい、響きのちゃん。あつ森さん、私。